最新久保建英リバプール移籍へ前進、海外メディアが匂わせ連発で今回移籍へ。リバプールは現在、新たな選手の獲得に力を入れており、とりわけ3つの主要エリアの強化を目指している。センターバックではブエヒやパチョが候補に上がっており、攻撃的なサイドではゴードンや久保が候補に上がっており、最後に守備的ミッドフィールドでは、アタランタからエデルソンを獲得すべくリバプールの候補に上がっている。ニューカッスルの情報筋によると、昨日イギリスに帰国したニューカッスルの SD ポール・ミッチェル氏は、アンソニー・ゴードンとの新たな契約に合意するために明日、彼との交渉を再開する予定である。プレミアの開幕はリバポは17日かまだあと10日以上はあるんだな、勘違いしたわ。にしてもやっぱかなり駆け足な移籍市場になるよな。これ久保の移籍が決まればおそらくサラーが移籍するだろうな。出場機会が減るし同時にやってほしいところではあるけど、スロットもヌニェスに新生リバプールの中心になってほしいって連絡したらしいから、ヌニェスは真ん中確定だとするとサラーと久保とエリオットってなるからサラー対談か。ゴードン自身がリバプールに行きたいって言ってるんやろ。もちろん条件次第ではあるんやろうけど契約の更新なんてできるん？結局リバプールがゴードンをターゲットとして見てるかどうかでしかないんやない？何かしら動きが出てくるのかな。市場が閉まるのは8月30日の23時だから何が起こるかは8月下旬にならないとわからん。参考程度に23、24でプレミアだった日本人選手の移籍日を、三笘8月10日、冨安8月31、遠藤8月18、橋岡1月31。全然余裕あるからありえるね。これからだと鎌田の謎に追わせも気になるところだが、サラー23、24シーズン 25G13A、久保19、24シーズン 22G13A。やっぱサラーの後釜は正直荷が重すぎるけど、リバプール久保は見たい。久保がプレミア移籍してくれたら日本人対決より面白くなるから期待しちゃうけど、久保の獲得よりまずはサラーの去就やろ。久保選手申請ありますか？ここからですね。